はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はですね、サブクエスト、こちらをやっていきたいと思います。まあなんか3つ出てたので、ナンバー6、フルアーマー化計画ですね。コロニーキューブでミリシャから新たに発掘された黒歴史の力が届けられたので、詳しく調べてほしいということで、まあ受注しましょう。黒歴史の力、どんなものだろう。とにかく早く見てみよう。ミリシャから届けられた力は一対の大型ブースターだった。ブースターか、でかいな。こいつは僕たちの時代のものじゃないな。なんでわかるんだ。僕たちの時代は何でも小型化が進んでいるんだ。そうか。あ、ここに刻印があるぞ。なんて打ってある。 0094 製造年かな。宇宙世紀0094ってことか。だったら俺の世界で2年前だ。そうか、じゃあこれは君が担当だな。けど俺はあまり詳しくないんだ。そうだ、友達のネモなら何かわかるかも。だったらそいつに見せて調べてもらったらどうだ。そうだな。ユニコーンは大型ブースターを持ってコロニーキューブのネモを訪ねることにした。おお、ここね。じゃあ行きましょう。コロニーキューブか。ちょっと敵と戦うのがめんどくさいんで、またアクティブキューブを使っていきましょう。アクティブキューブじゃねえ、アクティブクロークを使っていきますか。第2層。コロニーキューブのどこだ。これは第2居住区か。第2居住区ですね。アクティブクローク。こっちじゃなくてこっちか。ネモとか言って連邦軍でもいましたからね、普通に。立ってるし、なぜか。お、ユニコーンじゃないか。どうしたんだ。お前に見てもらいたいものがあってさ。俺に？なんだい？これなんだけど。ユニコーンはネモに大型ブースターを見せた。おお、これは94式ベースジャバーのブースターだ。さすが詳しいな。で、いいものなのか。ああ、こいつは使えるぜ。使えるって？お前が使うのさ。俺が？どういうことなんだよ。ふっふっふ。何を企んでるんだ？実はさ、お前をフルアーマー化させようと思ってこっそりパーツを集めてたんだけど、ちょうどいいサイズのブースターがなくて困ってたんだよね。ちょっと待てよ、俺をフルアーマー化ってなんだよ。まあ俺に任せとけ、今よりずっと強くなれるんだからさ。強くか。で、俺は何をしたらいいんだ。訓練とかそういうのか。いや、実はあと一つ足りないものがあるんだ。それはなんだ。スタークジェガンのミサイルポットさ。悪いけど、そいつを探してきてくれないかな。わかったよ。じゃあ頼んだぜ。ヒーローたちは以前第4区画でスクライドに操られたスタークジェガンと戦ったのを思い出した。あー、第4区画ね。今度はこれはリターンした方がいいかな。ま、コロニーキューブの敵だったら多分すぐ倒せるでしょう。どこだ。目的地あたりはないな。とりあえず広場的なものを目指していくか。どこだっけ、スタッフジェハン。とりあえず奥に行きましょう。奥に。ここじゃない。もはやこいつらと戦う価値はないと思う。一発で倒せねえし。戦うだけめんどくさいな。レベルが高ければ逃げられるかな。どこの広場だ。俺のビッグバンはもう止められないぜ。逃げろ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 と。ここ？違う。あとはどこだ。
本当にわからない。逃げろー。え、どこだっけ。こっちにも広場がある。ここじゃない。もうコロニーキューブのお話なんて忘れちゃいましたよ。あ、間違えた。逃げられなかった。アクティブクローク持ってくればよかった。どこだ、あと。やっぱりめんどくさいから、ちょっと一旦戻って、アクティブクロークを持ってきましょう。カネゴンすげえの持ってるよな。よいしょ、よいしょと、一応2個持ってこう。の、第4企画と。これでフルアーマー化になれば、ユニコーンもヒーロー技の2番目を覚えられるかな。ここじゃないでしょう。あとはどこだ。左上。ここは違う。ただうろつくだけの話になってしまう。ああ、なんか始まった。こんなとこだっけ。広場にはスタークジェガンの残骸が散乱していた。残骸からパクってくんのかよ。ここならミサイルポットがありそうだ。おっとって言ってきた。ここは俺たちが先に見つけた場所だ。誰だ。ユニコーンか。ヒーローが残骸あさりとはな。出てけよ。ここにあるものは俺たちが利用するんだ。そうはいかない。俺にはなすべきことがある。そのためにはもっと強くならなきゃいけないんだ。へっ、言ってくれるじゃねえか。いいか、俺たちみたいな旧型は生き延びるために必死なんだよ。旧型とかやっぱあるんだ。それがてめえにわかるか。ぶっ倒してやる。え、普通の雑魚敵じゃないの。まあとりあえず普通に全体攻撃いくと。くらい。あ、ヒットポイントめっちゃ高え。こいつら1万4000とかある。そこそこ食らうし。よしよしよし。マジか。まあでも多分弱いことには変わりがない。これでな、ひるんでくれれば。ひるめ。よし、一体ひるんだ。おお、食らうな食らうな。やばい、死んだ。油断しすぎた。旧型のくせにやるじゃないか。かわされたし。よしよしよしじゃないが。やばい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 。意外にやばい。メテオ使おう、メテオ。こいつは回復をさせないと。まずザクマリーナーが最初に倒せるかな。やべ、強え強え、普通に強え。まあ全滅することはまずないと思いますけど、なんか変なことしてこない限り。わけもわからず味方を攻撃しろよ。危ねえ危ねえ。今ダブルを食らってたら死んでたな。おお、空気軽くなった。
スでやって、このターンでザクマリーナが倒せそうですね。よっ、ゾコックもいけんなこれ。ここでラッシュをかけて終わりだな。いやー、普通の旧型モビルスーツだと思ったら、よしよしよし。まあさすがに、めっちゃ金持ってんな。16,000円。やった。ユニコーンはスタークジェガンの残骸を調べた。ミサイルポットを入手しました。よし、アナハイム光線に戻ろう。ネモが待っているはずだ。自分で戻んの。ちょっとリターンします。で、第二区画はでも近かったですからね、アナハイム光線の。まあアクティブクロークはいいかな、使わなくて。多分1、2回かな、戦闘があるとしても。間違えた、こっちじゃない。余計な戦闘してしまった。もう一回戦いになるかならないか。なりそうだな。ギリギリなった。めんどくせー。一層っすね、一層。スタークジェガンのミサイルポットが手に入ったのか。ああ、ユニコーンはミサイルポットをネモに手渡した。おお、そうそう、これこれ。よし、すぐに作業に入ろう。ネモは学校内の実習設備を利用し作業を開始した。しばらくするとネモが作業を終えて戻ってきた。できたぞ、ユニコーン専用のフルアーマー装備一式だ。フルアーマー装備を入手しました。これで今まで以上に戦えるはずだ。よし、達成。報告をしないといけないのか、誰に。え、これいいんだよね。ちょっとスキルツリーを見ましょう。お、覚えられる、ユニコーンコンボ2。足りない。よし、やっとこれでヒーロー技の2つ目を覚えた。はい、というところで、今回のサブクエストこれで終了したいと思います。